皆さんこんにちは現在サッカー日本代表選手で稲妻淳也の異名を持つ伊東淳也選手が女性の同意なく性行為に及んだとして刑事告訴されたと報じられ既婚者である伊藤選手の性加害疑惑とあって世間には大きな衝撃が走っていますそんな中2月20日には女性が事件後に語っていた衝撃の内容を告白し話題を読んでいます 今回は伊藤選手の性加害問題を時系列でご紹介するとともに女性が事件後に語った内容についてご紹介します。最後までご視聴いただけると嬉しいです。性加害問題について最初に報道があったのが1月31日デイリー新潮がサッカー日本代表伊藤選手の性加害疑惑を報道し昨年6月大阪パナソニックスタジアムスイタで行われた 日本代表 VS ペルー代表戦の後伊藤選手は A さんを含む2人の女性と共にホテルで飲酒しその後彼女たちに性的同意を得ないまま行為に及んだ疑惑が持たれましたまた大阪府警が A さんらからの刑事告訴を受理したことも伝えています2月1日事件当日の詳細を掲載した新帳が発売されホテルの飲み会には伊藤選手 専属トレーナーの男性、X 氏、A さんが契約している事務所社長の知人、女性 A さん、B さんが参加。A さんと B さんは、伊藤選手とトレーナーから、同意のない性行為をされたと伝えられました。伊藤選手の代理人弁護士が、性加害はなかったとして、虚偽告訴容疑の告訴状を大阪府警に提出し、受理されたことを報告。弁護士はメディアの取材に対し、 全くのでっち上げ、まさに記事にするために言った虚偽の告訴と考えているので非常に悪質性が高いんじゃないかと考えていますと述べ現在開催中の AFC アジアカップカタール2023大会にも影響が出ていることを指摘虚偽告訴である客観的な証拠を持っていることも明らかにこれに対して日本サッカー協会はアジア杯カタール大会に出場する日本代表から 伊藤選手が離脱することを発表報道されている事実関係の内容について当事者の主張が異なっていると理解しており慎重な対応が求められると考えていますとしながらも伊藤選手本人の心身のコンディションを考慮した結果伊藤選手が本日付でチームを離れることを決定と報告その後2月2日日本サッカー協会が一転し伊藤の離脱選手を保留とし 再競技する旨を発表、他選手に状況を説明したところ今後も一緒に大会を戦いたいとの声が上がったため残す方向で調整することになったとのことですが当初の決定は覆らず同協会は正式に伊藤選手の離脱を発表サッカーに集中できる環境をしっかり作っていく必要があり伊藤選手のコンディションも含めて考えた上で総合的に判断したとし また、スポンサーの意向についても、全くゼロではないと説明しました。ですが、新潮、編集部は、本誌は取材の結果、被害女性たちの訴えを真実と確信しております。彼女たちが受けた心身の傷は、極めて甚大です、と声明を発表。今後も週刊新潮は本件について、取材を続けてまいります、と宣言した。2月4日には、ニュースサイト、フラッシュが、 伊藤選手の潔白を証明する、ラインと動画の存在について報道伊藤選手の代理弁護士は新潮記事内では B 子さんが性加害を受けた際身につけていたワンピースも託し上げられて胸まではだけている状態だったと伝えられていましたが A 子さんも B 子さんもホテル到着後自らジャージに着替えていたと言いい伊藤選手の部屋でジャージ姿で眠る B 子さんのの姿を収めたた動画もあるとのことこでしたまた A 子さんが所属事務所社長に対し伊藤選手と性行為をすることは最初から理解していたと読めるようなメッセージを送っていたことを LINE のスクリーンショットとともに掲載されていました2月19日に伊藤選手側が女性2人に2億円の損害賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こし代理人弁護士はマスコミに対し 客観的な証拠に基づかない虚偽の告訴で性加害の事実がないことを明らかにしたいとコメントを残していますそして2月21日には女性が事件後に語っていた衝撃の内容が報じられました当事者らへの取材から事件の詳細が明らかとなってきたのですまず伊藤選手の部屋での雰囲気について B さんとされる女性は以下のように語りましたもうみんなで普通に A ももちろん一緒に、同じホテルの部屋で飲み始めたんですね。しかし飲み会が始まったのは深夜。B さんはすぐ寝てしまったと言います。男、隣で何かあったとしてもわかんないよね。B、あったとしても、わら、本当に、男、おい、ぐっすり寝すぎだろ。B ちゃんも、B、ああ、は,ははは、わら、いや、間違いないです。本当に、その後、 質問が確信に、まず B さん自身の性被害について、週刊新潮の記事では、B さんは男性トレーナーに体を舐められるなどしたと、証言していました。しかし、録音の音声ではこう語っていました。男、男性トレーナーと寝てたのあなたは、B、いやいやいや、本当に一人でぐっすり寝てたと思う。男、男性トレーナーの腕枕で。 B ちゃんが寝てたとかじゃなくて B それは絶対にないですふふふ絶対にないそして A さんと伊藤選手の間に何があったかについて男性が質問した A さんは実際にその伊藤選手とやってるやっちゃってるみたいなことは言ってきてるそれに対して B さんと思われる声は即座にこう答えたのですああ言ってないです言ってないですですが 刑事告発時の B さんの訴えを振り返ってみると A さんが犯されているのが分かり自分の体には性行為後の感触があったというものでしたこれに対し加藤弁護士は事事件後に B さんんが話していたた内容は、は今回の刑事告訴とはまるでで違ったんです。ただ一方で性被害に遭った女性が直後に素直に被害を訴えられないこともあるという指摘もある 週刊新潮も性犯罪に取り組む弁護士の性被害を受けた直後に性被害に遭ったという認識がないことはよくあることですというコメントを紹介していますまた B さんにとって録音の中の聞き手の男性は性被害を打ち明けられるような相手ではなかったのかもしれません事件を原任したのかどうかという肝心な点で B さんの言葉はブレているのかそれとも録音当時 B さんには性被害を言い出せない事情があったのかいずれにせよこの供述の揺らぎは事件を解き明かす決定的な焦点の一つと言えるでしょうしかしもし伊藤選手側の主張が正しいとすると女性たちはわざわざ伊藤選手を貶としめるような刑事告訴をしたことになるそんなことをする理由があったのでしょうかその謎を解き明かすかもしれない音声もあったのです 女性 A さんが契約する芸能事務所の社長がこの件について語っている録音だ A さんは X 氏の部屋に泊まる予定だったんだけど X 氏は伊藤選手のマネジメントの他に映像関係の仕事もしていて A さんらは X 氏から仕事をもらう立場だったしかし事件の前月 A さんの芸能事務所は X 氏が勤めていた会社から契約を打ち切られていましたそうした中で A さん側は この日 X 氏に近づこうとしたものの、予定と違い伊藤選手の部屋に泊まってしまったということなのか。A さんは芸能事務所社長宛の LINE の中で、伊藤選手の部屋に泊まった理由をこう書いている。X さんの中で淳也さんにいい思いをさせてあげる会なのかなって、ちょっとなってたとこもあって、しかし X 氏はそのようなことは全く考えておらず、芸能事務所側を厳しく注意したという。 A さんらが性被害を訴え刑事告訴をしたのは X 氏の会社と芸能事務所の契約打ち切りそして X 氏からの叱責の後だったのですさまざまな物的証拠やいきさつは本当に性加害があったのかについて疑問を投げかけているようにも感じられますしかしこれはあくまで伊藤選手側から見た事実をもとにした考察です女性側の視点から見ればまた違う光景が広がるのかもしれません B さんの説明は変遷しているのかなどについて、女性側弁護士に文書で質問したものの、期限までに返答はありませんでした。現在、伊藤選手はすでに、所属しているフランス一部リーグのスタッドランスに復帰し、公式戦にフル出場しています。チームの会長はその理由を、私は推定無罪にこだわっている、と、話したと報じられています。次の日本代表戦まで,であと約1ヶ月。 日本サッカー協会はどのような判断をするのでしょうか。今後の行方にも注目が高まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。それでは、また。